チョイスチョイスチョイス。あ、いいっすね。ちょっと軽い感じで。いいっすね。チャラいっすね、ちょっと。はい、ということでですね、今回はですね、楽天イーグルス、まあ調子いい、もう順位、首位ですわ、首位。パリーグの。はい。ということで、今回せっかくなんで、楽天の神セブンを決めようという企画をやりたいと思います。申し訳ないけど、俺楽天のイメージは、男前がいないイメージなの。ギャンチコですか。あのユニフォームの色とか暗く感じちゃうんだよ。だからなんかいい男がいるのかみたいな。いやいや、いますよ。そんな感じなんだ。それいますよ。それはもう、まあ、その中でも俺、頭にポッと浮かんだのが、はい、岸。はい。それはでももうそれは僕もやっぱ、はい、で次が今井。あ、いやワイルドですもんね。わかります、まあ、ワイルドの中に、はい、あの笑顔、うん、お前笑顔見てね、お前。いやいや、いや大好きっすよ。わかります。ゴリが笑うんだもん。で次に来るのが藤田。あーなんだ。いやいやいや、わかります。いや、なんかあんだけ最初言っといて結構いるなって。いや意外に出るなと思ったっけ。でもお前気がついてる。何ですか、この3人、はい、共通して言えるのが。共通して言えることですか。移籍してきてる。ああ、そうですか。買い抜き行きましょう。で、則本が来るか。おー、はいはい。っていう感じなんだけど、他にいそうだもんな。まあ、則本入れちゃうかな。おー、入れますか。浅村選手とか。浅村入らない。あ、入んないですか。え、なんでですか。顔でしょ。男前じゃないでしょ。そうっすか。ワイルドかなって思うんですけど。いや、結構イケイケ。オラオラ系っすね。いや全体像を見た時には、はいはい、あいつかっこいい、フルスイングいい、はい、スイングしてんなと思うけど、はい、顔だけ抜き取ってみ、はい、そんなに怒ってない。そんなことないですよ。でも男としたら、はい、すごいあのいい男だ。いや男そうですよね。いやお前ら趣旨がずれてないよ。趣旨がちょっと分かんない、これもうお前らと話してても分かんないから。か今日は特別に、はい、ね、はい、あの楽天の女神って言われてる人がいるわけ、はい、でこの人は見に来たりだとか、はい、ヒーローインタビューも実際にされたことがあるらしい。おお、はいはい、7戦7勝、はい、ビザがかかったらビザのインタビューもしなきゃいけない、泣く泣く、はいはい、でもそれを1回もやったことがないという。すごい勝利のもう楽天ファンの中ではまあ知る人ぞ知る、はい、もう女神がいる、だから俺がもう必死に絞り出すよりも、はい、まあ女性目線で誰なのかっていうことを聞いた方がいい。やっぱそうですね。やろう3人で。前半すごい頑張る話しても。そうだね。なるほど、女神が。はい、女神。はい。じゃあ登場してもらって。はい。はい。お願いします。はい。じゃあちょっと自己紹介してみます。はい。はい。仙台の放送局でアナウンサーをしていました、袴田彩と申します。よろしくお願いします。はいはい。あややでいいです。背番号10番。背番号10、ファンナンバーです。ファンナンバー。この色にすりゃいいのな、楽天も。これ可愛いですね。今売ってるのかな、なかなかね。それ着る人が着ると可愛いね。あ、そうかもしれない。こえ、面白い、面白い人来たぞ。こいつテレビ慣れしてる。怖いですけど、ちょっと。いやでもね、神セブン、豊さんでもさすがです。やっぱさすがって私が言うのもちょっと失礼ですけど、すごいです、やっぱ。もう騎士。今江藤田も大好き。ああ、やっぱり。いや、結構年上好きっていうことなの、タイプ的には。年下だね。いやいや、そんなことないですよ。もう岸選手はもう当たり前。いや、もうそれはもう入ります、やっぱり。岸選手って、あの服装とかも結構、あの適当な方らしいんですよね。普段の私服ってことですか。あの結構ブランドものとか、こうバーって着てる方多いんですけど、岸選手は結構なんか。ちょっとダサめの T シャツ着てたりあんまり気にしない。おお、でもかっこいい。あともう今井選手もおっしゃる通りです。私笑顔に打ち抜かれました。あら、あの笑顔の威力半端ないですよ。いや、まあそれ半端ないんですよ。やっぱ溶けました。やっぱりあのニコってされてあーってなりました。溶けてますね。しっかり溶けてますね。すごいいい笑顔するんです。いや、やっぱ笑顔はいいイメージありますね。やっぱすごい、やっぱ選手としてももうベテランで、あの間の取り方とかすごいすごくないですか。あのピッチャーに話しかけに行くタイミングとか、ああいうのも含めて、あ、大人だわーってなっちゃうんですよ。もうすごい楽しそうだね。見てるとこもまたちょっとあるっすね。マニアックだね。それはやっぱ女性目線だ。すごいっすわ。そう、藤田選手はね、まあやっぱこのそうそう、まあもちろんイケメンなんですよ。なんですけど、あのもう守備の華麗さですよ。もう守ってくれる感じ、もうあれたまらないんですよ。ちょっと修正していい。はい、
イケメンではないよね。イケメンではない。イケメン風なのよ。イケメン、うん、プレーが。あ、そう。プレーがイケメン風。スマートなの。イケメンではない。ですか？でもね、はい、素敵な感じがする、うん。あー、なるほど。やっぱ、うん、魅力がそういう魅力がやっぱ出てるってことですね。やっぱ。あいつ賢いから。うん、でも藤田選手が来てくださったおかげで楽天は優勝できましたから。すごい大きな藤田でした。本当。で、ここまでは一緒なんですよ。そうですね。やっぱりここはやっぱ出ますね。で、皆さん。あと誰？イケメン忘れてませんか？あ、ちょっと待って。俺、則本が入るかなって言ったじゃない。はい。あやの中では入る。確かにそこ。そこ私も今ちょっと悩んでたところで。はい、よし。入れる。ちょっと無理やり感あるな。なんか気使ってる感があるね。エースだから。いやそんなことない。忖度はしないですよ。じゃあこれ、はい、せっかくこれホワイトボードちょっと書きますね。あ、お願いします。はい。よし、じゃあ、はい、平石監督入れたいぐらいですもんね。正直。一番かっこいい説ありますよ。平石監督は。俺ね、出てくるんじゃないですか。平石は俺あいつが中学の時から知ってるんだよ。へえ。同じテレビ番組で出たんで、すごい中学生がいるっていうことで、はい、俺が引退したての時に走ったわけ、一緒に。で PL か上宮に行く、あ、大阪桐蔭かどっちか行くって悩んだ時に電話くれて、お前先輩何人 PL からプロに行ってんだって。そら PL しかないだろうって。まあその当時は大阪桐蔭があんまり強くない時で、はい、PL 全盛の時だったら、まあそういうアドバイスしてるから、まず子供に見えるんだよね、監督やってるけど。まあ何真面目な顔してやってるんだみたいな。まあでも男前は男前だよ。男前ですよ。ですよ。やっぱ則本投手のところをやめて平石監督に、はい、はい、そしてですね、皆さん、はい、忘れてはいけません、はい、めちゃくちゃイケメンがいますから、超打ってます。超打ってる。今年のキーマン。え、島内って言ったら帰ってもらおう。島内って言った瞬間にありがとうございました。ナイスとも分かった。分かった。外国人。イエス。イエス。イエス。まあ、ウィラーじゃないことは確かに。可愛いですけどね。可愛いけど。え、ということはフラッシュか。正解。おー、背高くてスラッとしてて、顔がなんとウィル・スミスさんに似てる。似てる。あ、そうですか。逆にそれよりも男前じゃないかって思うぐらい整ってるよね。ウィル・スミスより。マジですか。ウィル・スミスより整ってますか。何お前。いやウィル・スミスの顔知らないですよ、絶対。いや、あやさんに言われたらすっごい入ってくるんですよ。すごい、なんか、ね、俺なんだよ、お前。ウィル・スミスの特徴知ってんのか。いや、だって、映画とかよく出てる。でも、あの人の方が特徴があるから。じゃあ、ブラッシュ。はい、なるほど。はい、来ました。そしてですね、まさかの、ね、こっからなんですが、はい、はい、まあ、これはもう本当にもう私的な順位です、はい、皆さん、まあ、島選手って言いがちじゃないですか。ああ、島さん、かっこいいですよ。言いがちですよ。かっこいいし、うん、って言ってイケメンだし、はい、って言われてますけども、ちょっと島選手じゃなく堀内選手を押したいと思います。あ、キャッチャー違いで、ね、なるほど、はい、そっちのキャッチャー、はい、まあ、ちょっと実は私高校が一緒っていうのもあって。え、高校どこなの。静岡高校っていう。賢いね。いやでも高校ジャパンですからね。そうです。堀内いい選手です。そうで、まあ、結構、まあ、ガタイも、まあ、背もそんな高くないですし、うん、バーンってしてるんですけど、島選手をすごく尊敬もしてて、うん、こうボール返してる時とかシルエットそっくりなんですよ。あ、まあ似てくるわね。見てほしい。堀内はすごくいいキャッチャーになるだろうなって思う。嬉しい。いや、ほんとほんと。なのでもう将来の楽天を担ってほしいという意味で、はい、神セブン入り。おそれ、いいんすか。ちょっとエコヒーキです、はい、エコヒーキ。いや大事だ。まあエコヒーキはあるよね。なりますよ、それは気持ち的なね。確かに。じゃあそしてラスト処理、はい、これはですね、渡辺義明選手。あー、いい顔してますよ。渡辺監督のお孫さんですよね。はい、そうか。なんでめっちゃ可愛い顔してますよ。いや、俺はね、もう少し時間が経ってみたいね。あ、そうですか。時間が経ってっていうのは芸能人でもそうじゃないですか、はい、若い頃にデビューした当時とやっぱり自分が実力をつけた時の顔が全然変わるじゃない。全部良くなるんだけどさ、はい、渡辺が良くなるか良くならないかこれからじゃない。はい、まあ、確かに悪い顔ではないけど、変わった時の顔を見てみたいっていう楽しみがある。なるほど、なるほど。私は結構好きな、まあ、顔。いや、そのタイプだろ。タイプだろ。はい、タイプ、はい、タイプ、はい、個人的なタイプなんだよ。じゃあさ、この神様のね、はい、7人で順位付けしていったらどうなの。あ、一応まあ出した、これは順位というか出したあれなんで、出した順番なんで、出した順番だけど、はい、じゃあもう1位は岸投手ですよ。あ、やっぱ1位。あ、そう、はい。2番平石監督、
あ、え、なるほど。いや、まあ置いてかけゃいいじゃない。3位、はい、今井選手。ああ、はい。4位、ブラッシュ。おお。5位、藤田選手。はい。6位、はい、渡辺天選手。おお。7位は、はい、私のもうひいきで堀内選手。なるほど。これはまあ男前ランキングじゃない。はい。ね、じゃあこの7人の中で結構結婚したいと思う選手は誰？それ言っちゃっていいのかな。それ、いや、それ言いましょうよ、それはもう。結婚したい、うん、はい、はい、ちょっとマジックして。マジック、はい、ちゃんと書く。いいですか？はい、はい、しましょう、はい、発表します。はい、藤田選手。ここに高いって書いてる、はい、気がついた。これ結構時間をかけたね、ボケをしてくれたんですよ。分かりやすくボケてくれたんですよ。入って一応こうノミネートとしてるって言ったんだけど、これ、はい、まあでも楽天の中で、はい、誰が一番人気があるの？この中にいなくてもいい。観戦に行って圧倒的に、うん、あのユニフォームの名前が多いなと思うのはやっぱ島選手とか、今だったら新人王を取った田中和樹選手とか、 あと松井裕樹投手もすごく多いですね。確かに、そっか。まあ、多分楽天ファンの中に募ったらこうはなんないかもしれないですよ、はい、うん、でも私的神セブンはもうこの人たち。なるほど、はい、ね、ちょっとご参考に。まあでも、はい、納得だね。まあ全然、はい、納得です、やっぱり、うん、ということで、まあ、こういう結果になりましたね、楽天の、はい、セブン。こういう風に決まりました。はい、はい、ね、まあ、皆さんも、はい、まあ、皆さん個人のまあ神セブンそれぞれあると思いますので、そうですね、それとまあちょっと比べながら楽しんでいただければなと。はい、はい、ね、はい、まあ、最後に、はい、なんと、はい、YouTuber を、はい、お姉ちゃんとやって。あ、そうなんですよ。 お姉さん、はい、お姉さんのチャンネル名は、マイとアヤエの姉妹散歩というタイトルでやっております。はい、姉がちょっとグラビアアイドルをやってた博士舞っていうものですけど、はいはいはい、一緒に2人でチャンネルを、博士舞、はい、このバイオタロウですか、博士タロウ。はい、やっております。ぜひ皆さんそちらも見ていただければ、まあ、概要欄にね、はい、ちゃんと貼っとくんで。あ、そうですね、すみません、すみません。まあ応援してあげてください、はい、はい、このチャンネルにも時々お邪魔すると思いますよ、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします。